皆さんこんにちは、まめです。今回は SNS に画像を投稿する皆さんに気をつけていただきたいことをご紹介します。大げさに言うとプライバシーが流出する危険がある、そんなお話です。少し前置きが長くなりますが、これからお話しする内容は過去に僕が TikTok で投稿して賛否両論があった内容になります。それでも僕は発信した方がいいと思いますので、今回動画にしています。それでは本題をお話ししていきます。いきましょう。 SNS に投稿する画像の中に見られたくない内容があったとします。例えばこの LINE のスクショを Twitter に投稿したい場合、スクショを撮ってこちらとこちらに名前があるので iPhone の塗りつぶし機能を使って塗りつぶしていきます。これで OK。 それでは早速投稿したいところなんですが、今塗りつぶしたこの画像を編集してみましょう。なんと塗りつぶしたはずの文字が丸見えになっています。こちらも同様ですね。つまり塗りつぶしたからといって安心して投稿するのは危ない場合があるということですね。ですので今後投稿される方は塗りつぶすのではなくて、こちらのプラスボタンからテキストを選んで、このような絵文字を使って文字の上に貼ってあげるのがいいと思います。これだと画像を編集しても透けることはありませんので安心ですね。以上、今回の内容を聞いてこれを悪用する方が少なからずいることは十分承知しています。それでもより多くの皆さんがこれから防止していくことの方がより重要だと考えます。今回は画像を SNS に投稿するときに気をつけておきたいことについてご紹介しました。それではまたお会いしましょう。